様の365日毎日コーデをお送りします。今日は全身ユニクロコーデを作ってみました。で昨日ユニクロに買い物に行ってきて、でちょっと安くなってるものが結構多かったのでテンション上がって3つも買っちゃったんですけど、今日着てるこのタートルネック、これなんかボーダー、グリーンと黒のボーダーで、これスウェットはメンズのスウェットです。でパンツはレザーっぽい、まあ、フェイクレザーなんですけど、レザーのスキニーパンツを買いました。これ全部で3700円かな。超安くて、なんか週末だからセールやってたのもあったんですけど、これがだいたい1200円ぐらいで、これ1000円で、下も1200円ぐらいということで、全身ユニクロで揃えてしまいました。ちなみにこのベルトもね、ずっと前にユニクロで買ったやつですね。今年スウェットは欲しいなってずっと思ってたんですけど、あんまりデザインで結局ピンとくるものとかがなくて買ってなかったんですよ。で、まあ、これが1200円くらいだったのでメンズだけど、まあいいやと思って、まあ、1200円だったらねいいやと思って買ったんですけど、結構着心地もいいし気に入ってます。このタートルネックもいろんな柄があって、なんかボーダーでも白黒とか赤黒とかいろいろあったんですけど、今年グリーン欲しいと思ってたのでこの色にしました。パンツもね、あの H&M とかでも結構出てますけど、こういうあのレザーみたいな、ちょっとフェイクレザーでテカテカしたようなパンツを欲しいなと思ってて、ネットで見てこれ見つけてたんですけど、ちょうどセールの棚にこれが入って1200円になってたので、これは買いだと思って昨日買ってきました。こういう感じでちょっとスポーティーなコーディネートに今日はしてみました。でですね、上に着るのは、私は今日はこれを着ようかなと、このよいしょ、このフェイクファーのベストですね、これを上に着ようかなと思ってます。これは、東京ランプーン、この前もお店紹介しましたけど、東京ランプーンってお店で去年買ったものです。こういう感じでちょっと中がスポーティーなので外側はこうゴージャスに行こうかなと思います。でこれですね、結構フードかぶっても可愛いんです。こんな感じでこう雪山にいそうですよね、こういうドーンみたいな感じで、はい。なんで、まあ、こういう風にフードかぶっても可愛いし、寒い日はもうフードかぶって自転車乗ってます。であと今日はしないんですけど、ベルトをこれこう上からこうやってやっても可愛いのでよくやってます。太いあのゴムのベルトとかを上からつけても可愛いと思います。はい、ということで今日は全身ユニクロプラスファーのベストのコーディネートでした。ユニクロ結構週末にあのセールしてることが多くて、まあ、あくまでも私の意見なんですけど、週末に行って、まあ、その週末のおすすめ商品を買うのが多分一番賢い買い物の仕方じゃないかなと思います。この前もヒートテックがなんか700円とかになってましたしね。だからその時にこう一押しのものを買うとすごいいい買い物ができるんじゃないかなと思います。はい、そして、まあ、このフラット TV、 ぜひチャンネル登録してない方はチャンネル登録をしてください。であと下にリンク貼ってますが、 Google プラスのページも始めましたので、ぜひ皆さんフォローしてください。ということでまた明日も365日コーデをお送りします。ではまた明日。